こちらはいつも使っているミシンですが、違う押さえがついていたことをずっと忘れていました。便利そうだったので今日は2つ紹介しようと思います。こちらは三つ巻き縫いができる押さえで3ミリくらいの三つ折りができます。こちらはビニールクロスやアルミシートなど滑りにくい生地を縫いやすくします。テフロン押さえよりも縫いやすかったです。まずは三つ巻き縫いから。三つ巻き縫いの押さえは普通の押さえと同じ形なので取り付けは簡単です。まずここに端ミシンをかけたいとしたら、この角をカットします。横が5ミリで縦は8ミリです。縦は1センチくらいの方が縫いやすいように思います。端から6ミリくらい折って、この渦の中に差し込んでいきます。針を落として縫います。手前は常に6ミリぐらい折って、このように綺麗な細い三つ巻きができます。フリルを作ってみます。端をカットして少し引き上げて、このように綺麗な三つ巻きができました。ギャザーを寄せるとこんな感じで端の綺麗なフリルができます。次はこちらの上送り押さえっていうのを使ってみます。かなり大きいものなのでちょっとよくわからなくて使っていなかったのですが、これを使ってみます。はじめに普通のもので縫うとどうなるかを試してみます。滑りの悪いアルミシートとビニールコーティング生地を試してみます。こんな感じで滑らないので縫えません。次にラミネート、ちょっとツヤ消しじゃないタイプです。このようにずれていって縫えませんでした。押さえを付け替えます。横のネジは全部外してしまって、この横のカニの爪のようなものは針止めの横に差し込みます。針止めというのは針のついているこの横の部分です。針は上げておいて、このカニの爪のようなものも上げて差し込みます。少し引き上げて間に挟んで、こちら側の穴も合わせます。こちらの押さえ圧を一番弱いまで動かします。アルミシートを塗ってみます。ずれずに綺麗に縫えています。次はラミネートを縫います。軽く手を添えただけでもずれずに綺麗に縫えました。家庭用ミシンで使えるものはこちらのようなものがありました。